はい。皆さん、こんにちは。ワダルグルビジです。では、今回は、信長内房大使パープキと徳川家康編長久、続きをプレイしていきたいと思います。再来年の大河ドラマ、どうした家康、どうする家康ですね。にね、ちなんで今回は家康でプレイをしています。まあ、ここまでにですね、今川を滅ぼし、さらに北畠も屈服させるということで、順調に進んでいるんですけども、一つ大きな大問題が残っていて、それが本願寺なんですよね。本願寺による一向一揆の扇動によって、どうも、まあ、国の力というものがついてこない状態なんですけども、今回は、まずですね、屈服させた北畠、ここね、かなり勢力弱体化してますので、しばらくの間、家康5000の兵を、この北畠の長野城に駐屯させます。で、ある程度力がついてきたタイミングで、一度兵を引いて、また国力をつけていくということをね、やっていきたいと思っています。では、時間を進めていきましょう。さて、六角が北畠に対して攻撃を仕掛けてくる様子ですね。これまず撃退戦を行う必要がありそうだな。もちろん北畠につきます。かたじけないことです。さあ、ではですね、本来あまり戦いしたくない局面ではあるんですけども、まあ、ここは北畠を救援するために六角に対して戦線を布告しましょう。これによっておそらく細川あたりが六角につくと思われます。対面発動できるのであれば対面発動して三つ葉葵の密書を使いたいところなんですが、対面ポイントと軍事ポイントがちょっと足りませんね。次のポイントで、これらを獲得するように働きかけをしていきます。それとは別にやはり今回も戦線を布告しないといけないですね。六角に対して戦線を布告します。三河武士の誇り見せるわ。まあ、これはね、北畠を救援するためというところですね。まあ、想定通り近場で言うと細川が敵に回りました。手を貸しましょう。まあ、ここは先手を打ちたいので家康軍5000、これを使って亀山城に進軍しましょう。皆の者続け。仏罰敵来たな。本願寺の一向一揆の扇動、これがねかなり強力なんですよね。まあ、なんとかねこれ排除していきたいなというところなので、まあ、引き続き本願寺討伐というのを近々の課題というふうに挙げておきましょう。では六角家2400、これ迫ってきてますので戦っておきます。で、亀山城もこのままもらい受けるというのが良さそうですね。できればダメージ少なく干渉という形を取りたいので、まあ、しっかりいい作戦を練っていきましょう。味方数部隊が9、兵数4200ですね。一方六角の方は2400、部隊数も6と少ないので完全に有利ですね。本陣切り込みは採用します。あと罠を随所に仕掛けておきましょう。前面からやってくる敵部隊、これをまず一旦罠で食い止めておいて、その間に左側にいる部隊、これの撃破に向かいましょうか。それが一番良さそうですね。位置変更もします。安政を先陣につけてこれでいきましょうか。一気に敵をねひねりつぶしていきます。稲の者続け。ではまず当初の予定通りですね、安政を先陣につけて一気に敵部隊の撃破に向かっていきましょう。ご命令。敵はまあいわば核翼の陣みたいなものを敷いている状態だと思うんですけども、まこれをですね、まあ逆手にとって括弧撃破という方向に持っていきたい意向ですね。前面の敵が迫ってきた場合には泥沼でそれを防ぐという戦い方で
切り込め。家康も含めて全軍突撃です。切り込め。さあ壊滅させていきましょう。全く問題なく壊滅させてますね。予定通り泥沼にもはめてます。完全に作戦が決まってますね。命令してくれ。そうしましたらこちらはね、敵の本陣へと向き直っていきましょう。さあ優勢な状態になりましたね。ここからは一気に撃破していきましょう。何、青山忠成が寝返った、やりたい前、なんてことだ。まあ、ただそれでもこちらの優勢は揺るがないですね。切り込め。では東国無双を使っていきます。本陣切り込みも使いましょう。巻き返す。今はこれで撃破です。青山隊が寝返ったというのがちょっと気に入らないですけどね。まあ、その寝返りに関しては完全に想定外の部分はありましたけども、それ以外は完全に作戦がはまった形ですね。さあ捕獲した武将は一旦逃がします。後でまとめて登用しましょう。では亀山城の攻略を行っていきます。包囲戦で212、強攻で73。まぁ、ちょっと苦しそうですけど、強攻で亀山城だけでも取りたいかな。何？岡部正綱が寝返った。やってくれるなぁ。結構多いですね。この手の仕掛けが。信玄との同盟は回復できたようです。さあ、このままだとちょっと攻略しきれなそうなので、援軍を出すことも難しそうなので、まあ、当初の目標であった北畠の救援はできたと考えて一度撤退しましょう。まあ、痛かったですけどしょうがないですね。ん？天野影綱も六角に寝返ったか。まあ、六角との戦闘はね、本来いいするべきじゃなかったのかなっていうところもありますよね。さてその六角なんですが、再び長野城に向けて進軍してる構えがありますね。これ救援しないと長野城が落とされるリスクがあるので救援しましょう。まあ、六角もやっぱり南近江を抑えてるだけあって、兵力も含め国力が十分っていう感じなのかな。強力ですね。さて今回軍事と大名を大量に獲得したいので、信虎忠勝康政でいきましょう。これで三つ葉葵の密章をね発動したいところですよね。では消耗に次ぐ消耗というところになりますが、亀山城に向けて再び兵1万で出陣していきます。これまずはね救援というのが優先されますけども、まあ、隙あらば取っていくということも考えます。では早速三つ葉葵の密書、これを使うか、いやこれ大久保信虎、信虎だな。うん、どうしよう。顔入り感情を使いたい気もするけど、まあでも密書、いやーでも今密書が必要かというとそうでもないな。大宴会、大宴会にしましょう。三河武士の誇り、これで全武将忠誠心を2つ上げときます。まあ、2人も寝返り出ちゃってますからね。これ以上寝返りを出させないためにというところですね。ここで志特性解放してます。救援が間に合うかどうかだな。報告いたします。先月の収支です。まあかなりの大軍勢に
囲まれてしまっている長野城の救援を、まあ、優先したいというのがありますので、北畠と六角が長野で合戦になってるな。籠城してほしかったな。これで長野城が落とされましたね。まあ、このまま長野城を放っておくわけにはもちろんいかないので、家康の軍で長野城は即時奪還に向かいましょう。で、亀山城が思ったより強固なので、まあ、亀山城をどうやって取るかっていうのも一つキーワードにはなりそうですね。杉樽は及ばざるを残し、ここまでにせよ。さあ、長野城はサクッと取れました。続いて亀山城、ここをどう取るかだな。兵数で言えば、家康軍ね、9000、一方六角軍亀山城の籠城する兵が1000というところで、も数はね決して多くないですけどね。ここはちょっとルートを変えて、どうだろう、一気に日野城そして観音寺城と取って、六角の軍を亀山と伊賀上野で分断しましょう。それが一番良さそうだな。出陣する。ちょっとこの作戦がねハマるかどうかというのはまた別問題ですけど、なんとかここ取り切りたいので、兵糧を買っていきます。もっともっと兵糧欲しいぐらいですからね、ここは。ここでまだ来たか。本願寺のね、一向一揆の先導、かなり強力な対面なんですよね。前線がボロボロにされてしまうので、きついよな。まあ、六角を倒した後は、やっぱり本願寺との決戦というものは避けて通れないですね。信虎が北条に寝返った。やるな。信虎は強い武将なんで、できれば確保したかったところですけどね。わしが力になろう。力を貸してやろう。さあ、ここに来て一気に。我が領内に敵が迫っております。敵が来ましたね。状況確認します。入山御所に兵が迫っているという状態か。とはいえ日野城も落とせるからな。この日野城は何としてもキープしたい。このまま取りたいところになるので、入山御所にはスンプ、掛川、この辺りから兵を出してなんとかしのぎましょうか。そう考えると本当に信虎が寝返ったのが痛いですね。さあ、日野城は取りましたね。日野城を取ったらこのまま観音寺城に攻め込みます。これで六角を分断するという作戦ですね。それとは別に今心配なのが畠山軍4300、これが桐山御所に向かってきているというところですね。判断本当に難しいな。家康軍このまま観音寺まで攻め込むのがいいのか、それとも戻って桐山御所で敵の軍を退けるのが先か、悩ましいな。本当に悩ましいですね。決めました。まあ、観音寺城を攻めたいところなんですけども、ここは一度桐山御所の防衛をした方がいいと思いますので、兵を引きましょう。まあ遺憾ではありますけど、しょうがないですね。さあ、畠山軍がやってきましたので、ここで決戦になりそうですね。まあ、なんとしてもこの畠山軍をね、撃破していきたいところになります。ではまずこの畠山軍ですね、これ撃破していきましょう。 AI に任せても 100% 勝てるフラグ立ってますので、ここは任せちゃいます。
天下制圧。撃破完了ですね。成し遂げようぞ。さあ、これで一度兵を引くというのも手だし、畠山討伐を完了するというのも手ですよね。ちょっと悩ましいところですが、一度兵を引いて国力回復に努めましょう。本当だったらね、観音寺城人のみにしたいところなんですけどね。さあ、その六角ですが、一度講和をしたいと言ってきてます。ここは講和受け入れましょう。その間に、畠山、これ、絶対に討伐したいな。なんといってもね、この、留守を狙うような、悪逆の所業を行いましたからね。では、復讐戦、畠山、攻略戦始めていきましょう。畠山がね、桐山御所を狙ってこなければ、今頃、まあ、後の安土城が建てられる、その、観音寺を取れた局面だったんですけどね。畠山が後ろから迫ってくるという状況があって、兵を引かざるを得なかった。まあ、それをね、今回、復讐戦と。いう形で晴らしていきます。相変わらずきついよな。そして飯尾が北条に下った。ちょっと北条をどうにかしないと貴重な武将がどんどん減ってっちゃいますね。で、畿内の各大名とは外交を行って少しでもね、心象回復に努めているという状態です。北条とも一度、状況の改善しておきましょうか。かしこまった。このまま北条とね、対決方向に向かっていくと、武将の数が減ってしまうので、まあ、とりあえず手取り城を取って、ここで武将の補充を行います。お、包囲網ができたな。これはすごい包囲網ですね。まあ、毛利がでかくなりすぎたというのは、あると思うんですけど、それにしても、すごい人数の参加だな。まあ、こちらの方には誘いはなかったですね。さあ、では予定通り手取り城に攻め込んでいきます。山城っぽい、作りの様相になりますけども、ここを取ってしまえば、まずは前線の安定化ということもできますし、まあ、憎き、それこそ、本願寺、そのね、喉元に近づけるというのもありますのでね。さあ、畠山軍、国州将兵を使って決戦を挑んでくる構えですね。AI にしては珍しいな。勝ち目がない場合、大概の場合は、籠城するんですけど、まあ、好戦的なんでしょうね、この畠山高政。これ、撃破して、手取り城を取って、その後、武将を丸抱えさせてもらいます。北条に武将の一部を取られてしまってるんで、ここで武将を取り返したいところですね。報告いたします。先月の収支です。金が多少ジャブついてきてるので、親善の対象をもうちょっと広げていきます。さらに一個一気来るな。いやー、これ信長を対象にしてほしいよな、標的をね。まあ、とりあえずこの手取り城を取ったらですね、再び六角と対戦するために兵を一度休めましょう。使いのものが来たようです。講和要求してきてますが、これ拒否します。もう復讐戦ですからね。これで手取り城を攻略完了してます。勝ちの気を上げよう。全員投与しましょう。能力的にはどうでしょう。全員、まあ、凡庸中の凡庸、何かに特化してるっていうのはいなそうですね。はい。では、今回はここまでにさせていただいて、次回は、まずは畿内の平定というものを考えたいので、観音寺。ここを取って、
六角の息の根を止めましょう。その後はやっぱり、まずは長島。ここを撃破して、本願寺の力を削ぐ。最終的には、石山御坊に入って、本願寺を滅ぼしてですね、一向一揆の呪縛から解放していきたいと思います。では、今回はここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。